はい、女優の沢尻エリ香さんが MDMA というですね覚醒剤で逮捕されたというニュースが入ってきました今日はですね、この覚醒剤と大麻というものの違いについてお話をしたいと思いますはい、こんにちは薬事コンサルタントの持田喜一郎です今日はですすねえ、皆さんもご存知だと思いますが 女優の沢尻エリカさんがですね、覚醒剤で逮捕されたというニュースが入ってきました。このニュースに関して、その覚醒剤である MDMA というですね製品と、あとですね最近やはり若者の間で非常に広まっています大麻こちらのですね違いについてご説明したいと思っています。まずニュースですけども。 2019年11月16日の夕方のニュースですけども、沢尻恵リカ容疑者を逮捕、麻薬所持の容疑認めるというふうに書いてあります。内容を読みます。東京都内の自宅で合成麻薬 MDMA を所持したとして、警視庁組織犯罪対策5課は16日、女優の沢尻恵リカ容疑者33歳を麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。 どうかに言うと、沢尻容疑者は私のものに間違いありませんと容疑を認めていると、どうかは MDMA の入手経路などを詳しく調べると、で容疑者は16日、都内の自宅で MDMA を所持した疑い、どうかが同日午前、沢尻容疑者の自宅を、えー、家宅捜索したところ、居室の棚のアクセサリーボックスにカプセル状の MDMA2 錠が見つかった、同日午後に緊急逮捕したということで、ニュースが流れてきました。 でこの MDMA というですね、合成麻薬と書いてあるものですけども、どういうものかというと、ですね、MDMA とはですね、まあ、こちらにありますような構造式を持った化学品なんですけども、メチレン・ジオキシ・メタンフェタミンというですね、名称で、属、まあ、称としてはエクスタシーとかですね、モディと呼ばれている覚醒剤です。 まあこの覚醒剤を使うことで、えー、落ち込んでた気分がですね高揚するといったような効果があるというふうに言われています。で、この MDMA に関しては、アメリカの FDA、日本でいうと、この厚労省に当たる FDA で、PTSD ・心的外傷ストレス障害といったものの臨床試験というものも行われており、まあ、落ち込んだ気分を高揚させる治療薬としてですね、 使おうじゃないかという動きはアメリカではあるんですけども、日本においては基本的には医療行為においても利用することができないというのが MDMA になっています。よく出てきます、麻薬ですけども、麻薬というのは、大きく言いますと、覚醒剤とですね大麻というものに分かれるんですけども、覚醒剤というのは、アヘン、これは消しの花から作られるものですけども、あとアンフェタミン、メタンフェタミンといった、ですねフェタミン類といったもの。 ののの合成麻薬ととといいっったものもここ覚醒剤というでで入っておりますでその覚醒剤に関しては、覚醒剤取締法というのがありまして、覚醒剤およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、上と、えー、受け渡しといったことが規制されています。それからタイマーですね、大麻創製品のことを指しています。で タイマ取締法という法律によって規制されていますけれども、大麻草の所持、栽培、譲渡等が規制されています。でここはですね、例外がありまして、大麻草の茎と種は OK ということで、え実はですね、大麻に関しては、茎と種に関してはすでに一部解禁されているということで、最近ではこの茎と種から取りました CBD ・カンナビジオールという成分を使った CBD オイルというのが、ですね、市場に出回っているというのが、この大麻の現状になっています。 それで、その覚醒剤とですね大麻というのは、ですね、えー、非常に多くの成分を含んでいるんですけども、その具体的な成分は何ですかという話になったときに、それぞれの法律はですねもう書ききれないので、麻薬および抗精神薬取締法というですね別の法律がありまして、具体的な禁止成分というのを記載しています。えー、こちらにありますような、かなり分厚いガイドブックがありまして、ここの中に、 規制されてていいいる成分というのが出ていますで、今回、サージリイカさんが逮捕のきっかけになりました MDMA というのはこちらにこう記載されております。それから大麻でもですね、テトラヒドカンナビノール THC という成分はこちらに書いてあります通り、規制されていますので CBD という成分は OK なんですけども THC という成分はこの麻薬および抗精神薬取締法というですね、 法律によって禁止されていますので、THC が入っているタイというのはダメということになっています。ですので、今回サージェデリカさんはこの中の覚醒剤の方の MDMA というですね規制を受けて逮捕されたということになっております。えー、先日はですねタレントの田代ドマさんもですねこの覚醒剤ということで逮捕されたと覚醒剤の事件が二件ありました。 ですから、麻薬といった場合には、覚醒剤と大麻というのが2つあるんですけども、微妙に動く法律が違いますので、注意しながらニュースというのをご覧いただければというふうに思っております。はい、ということで、今日はですね、女優のサージリエリカさんが、MDMA というですね、覚醒剤で逮捕されたということに関して、覚醒剤取締法、そして大麻取締法。 それから麻薬向精神薬取締法というですね3つの法律に関して今日はお話をし,しました、えー。ご質問等ありましたらですね RCT ジャパン持ち玉でお問い合わせください。YouTube のチャンネル登録をしていただけますと最新の動画がアップされましたら通知がされますしあとメルマガを登録していただければ この動画ではお話できないですね、もう少しちょっとディープなお話をメルマガの方ではさせていただいております。あと、LINE のグループというのがありまして、LINE のグループの方では、最新のです、ね、薬事ニュースを日々、えー、情報発信しておりますご質問等に関しても、えー、無料でお受けしておりますので、ぜひ LINE のグループにも登録していただければというふうに思っております。というわけで、薬事コンサルタントの持田喜一郎でした。